っと起きたらどうにかいい感じになってるはず。ちまき何もしてない、アイロンしてない、ドライヤーしただけ。ドライヤーしたらこんな。でもちょっと前髪にバナナ。そろそろ切らなきゃ。北海道寒かった？北海道行ってないよ。行ってないです。下前髪切る。長いよね前髪。沖縄だっけ？沖縄も行ってない。昨日ポケモンショップ行った。久しぶり。なんか歩いてたらあったからなんかあったから行ってみたら、あんなんだっけな、なんかその何買おうか決めずに行ったんだけど、別にその行くつもりがなかったから。でなんかワッカネズミっていうネズミ、最近のポケモンらしくて全然あんま知らないんだけど、そのネズミ可愛くて、ツイッターかインスタでなんか見たことあって、ワッカネズミ可愛いなと思って、それの歯ブラシスタンド買ったワッカネズミっていうポケモンの歯ブラシスタンド、白いネズミのめっちゃ可愛いの。それ全然知らないんだけどポケモン最近ポケモンやってないけど、だからあんまそのキャラクターポケモン知らないんだけど可愛いの。ワッカネズミ、ワッカネズミとイッカネズミっていうのがうれしくて、歯ブラシスタンドが可愛くって買った。それの靴下とかも可愛かったんだけど、そう買わなかった、歯ブラシスタンドだけ。輪っかに歯ブラシ、いやね輪っかじゃない、なんか歯ブラシスタンド頭の上のとこに穴開いてて、頭に刺す、頭かな、確か頭頭のとこに刺す。可愛くてそれ買った、輪っかネズミ。輪っかネズミの進化したやつがイッカネズミらしいイモたちにこのキャラ知ってるっつってワカネズミ見せたら知らないって言ってた。妹たちもやってない、もうポケモン。誰も知らなかった。でもなんかそのキャラ結構人気っぽくって、そのワッカネズミとイッカネズミのキャラクターのグッズのコーナーがあって、なんか何があったかな、なんかいろいろあった人気っぽい、そのワッカネズミとイッカネズミのグッズだけのコーナーがあった。そう人気っぽい。それだけ買ってきたポケモンショップでもポケモンショップなんかどこだっけ、ソラマチだっけ、あのソラマチにもあるよね確か。で前エイペックスカフェとか行った時にソラマチでやってて、行った時に
そのポケモンショップもなんか軽く見たな、見たんだけど、行ったんだけど何も買わずに帰ってきたから、久しぶりになんかポケモンショップで買った。ポケモンショップで買い物したのは今まで2回だけで、昨日、ん？昨日だよね、昨日買ったのと、もうあとめっちゃ前、小学生ぐらいの時にあのおじいちゃんおばあちゃんに福岡のポケモンショップにつけてもらって、置いたないから、福岡のねポケモンショップついてても、そこでなんか買った記憶はあるけど、ぬいぐるみは買ってない。その歯ブラシスタンドだけなんか使えるなーと思って、歯ブラシスタンドだったら使え、なんていうのこのさ、ぬいぐるみも使えるけどさ、なんていうの、普段使えるみたいなと思って歯ブラシスタンドにした。可愛かったし、そう、実用性あるから。福岡に今もあるのか、ポケモンショップ分かんない、その前あった場所にあるか分かんないけど、あるんじゃない、だって福岡だから絶対あるでしょ、福岡都会だからねある。え、福岡ないことなさそうじゃない大分にはない隣なのに福岡、大分にはないけど、ポケモンショップホカネズミ可愛いでしょ、それの歯ブラシさんとか、博多には何でもある、確かに博多都会だよね福岡最近行ってないな、てかあんまね福岡に買い物で行ったことないんだよねなんかお仕事で新幹線乗るときとか、福岡で乗り換えだから、福岡まで行かなきゃだから、そういうので乗り換えで行ったことあるぐらい。乗り換えだからさ、もう通過点じゃん、ただの福岡だからあんま行かないんだよね、最近あんま電車乗ることないから。電車とか新幹線、そう、福岡に買い物あんま行かない、行ったことない、あんまり。また行きたいな、あれ食べたい、福岡のさ三日月、クロワッサンのお店の、レトルキッサンの一番くじ何が美味しかった、何が、なんかね全然あるの知らなかったんだけど、なんかたまたまって商品見たら怖くて、なんかグラスとお皿が可愛くて、グラス2種類あって、なんかクリームソーダとかが入ってるようなグラスと、なんかお冷やグラス、ちょっとちっちゃめのグラスがあって、あとお皿はなんかプレート、なんていうの、平たいプレートと、あとなんかプリンアラモードのお皿でちょっとグラスっぽいさ、なんか細いグラスみたいな、なんか取ってっていうのがついてるみたいな、それ全部可愛くて、どれ当たってもいいなと思って、1回やったら1回目はなんかタオル、ハンドタオルみたいなが出て、2回目は出なかったから、お皿が2回やったの、もう1回やって追加して
2回目にお冷やグラスが出た。どれも可愛かった。そのプリンアラモードのやつも可愛かったし、そのクリームソーダみたいなグラスも可愛かったし、プレートも可愛かった。フカタブラブラっていうの、そうフカタブラブラめっちゃ美味しい。お土産フカタブラブラ美味しいよ。可愛くってさやった。え、久しぶりにサンリオ以外のやつやった。ずっと最近サンリオのやつしか当たりくじやってなくって、この前はコギミャン、あとキャラクター大賞のやつとか。ヒアグラスまだ使ってないまだ箱に入ってる。可愛かったからね。いいな。実際使える、全然使えるやつ。なんかお冷やグラス柄選べて好きながら、もう私が引いた時は2種類しか残ってなかったんだけど、なんかマイホームって書いたやつと、なんかあとカバーのイラストのやつ、水色のカバーのやつにした。本当は4種類あるんだけど、もう2種類しか残ってなくて。今日いつもと雰囲気違う？違う？くじはね、2回引いた。私はコンビニじゃない、なんかアニメのグッズとか売ってる店にそれ売ってた。一番くじ、コンビニじゃないや、コンビニもありそうだけど。アニメートどうだろうかね。私が言ったのはアニメートじゃない、なんかよくわかんないみたいな名前でもなんかアニメのグッズとか持ってた。なんてお店かわかんないけど、1回700円、680円ぐらいだった気がする。700円ぐらいか、そんぐらい、680円アニメートはね、大分にもある。何回か行ったことある、大分のアニメートも。ちょっと安いのが、一番くじ安い方じゃないかな。小気分、三両のやつは800円とか、そんぐらい、800円、880円とかそんぐらいじゃない。こういうのも800円ぐらいじゃなかったかな、確か。だからちょっと安いんじゃない知らないかな。こういうの800円ぐらい したはず、もう覚えてないけどまあでもどれが出るかによるよね、景品がさ、安いか高いかなんて。大きい、一番さ大きいようなやつ、例えばこういうのやつだったらさ、ぬいぐるみ結構大きくって、こういうの前回の当たりくじのやつ、それが800円だったら安いし、あとルームライトとか。
どれが出るかによるね。洗面器、洗面器でも洗面器結構大きかったから、あれ800円、結構大きかったんだよあの洗面器。だからまあでもそんぐらいじゃない、800円でも全然って感じ。もうちっちゃい洗面器じゃなくてさ、あれ結構大きめの洗面器で、でも割とどれ出てもじゃない、キーホルダー結構何個もあるショーだけどさ、キーホルダーも800円、キーホルでも刺繍のキーホルダーだからプラスチックのキーホルダーじゃないのね、だから800円どうなんだろう、普通ぐらいになるんじゃない、わかんない。わかんないけど、テルキッサの看板、あ看板ね、看板でもなかったんだよね私の買った時は。800円均一、9時だから。しばらくして小木のぬいぐるみゲット、小木のぬいぐるみね、あの嬉しいことにあのくれて、ファンの方がこの前の公演の時にいただいた、ありがとうございます。今あります、家に。結構でかくてびっくりした、写真じゃあんまサイズ感わかんないじゃん、書いてたかもだけどこうサイズ見てないからわかんないけど結構大きかった、嬉しい、ありがとうございます。今ある、クマのイラストのやつもうなくって、私が回した時引いた時か、カバーのイラストのやつでした。巨大ゴキブリ、そう結構でかかったぬいぐるみ、思ってたよりでかい、もうちょっとちっちゃいかと思ってた、クジのやつだったから。くじの当たりくじのさ、ぬいぐるみさあんまり大きいのあるイメージなくて、ラストワンとかじゃなくて普通にショーで結構でかかった。先のプレゼント12月26日、12月26までだっけ、なんかプレゼントとかって毎回ちょい長くなかったっけ、その最終の活動日より何日前だっけ、忘れちゃった。ショールームとかはその日までだけど、クリスマスまで行けるイメージある、いつまでだっけな、書いてなかったっけ、書いてるっけ、もうまだ書いてないっけ、あれ1月26までか、1ヶ月間1月26までって、ありがとう。あ、確かにお話変えるか、1月にお話変え、卒業後だけど最後にある。髪の毛最近は切ってない、いつだっけ言ったの、今月の最初の方だから最近じゃないよ、切った。
クマプリンセス、あ、5位、5位キープできてた。昨日できなくて何言おうかなと思ったけど無理だった。おととい、あ、そっか、25か、昨日じゃないわ、昨日26か今日26か、寝てた日25は違う、あれはね、あの寝ててできなかったわけじゃない、起きてたんだけど普通にできなかった。おとといか慣れてた ?5 位。最終5位か、ありがとうございます。5位だったら焼肉のお食事券だよね。ありがとう。焼肉、最近焼肉行ってないから行きたい。焼肉行ってね、あれ食べたいんだよね、焼肉屋さんの私追いキムチが好きでそう、追いキムチキュウリのキムチえ、肉は食べるけどお肉はあの牛タンとホルモン食べたい。カルビもいいけど、サイトメニューも好きなんだよな、焼肉屋さんのビビンバとかも好き。え、追いキムチ美味しくない？追いキムチめっちゃ好きなんだけど、焼肉屋さん行ってあったら絶対頼むそのぐらい好き、追いキムチが追いキムチ好き。カクテキとかも好きだけどね、カクテキ大根だよね、大根のやつも美味しいけど、多いキムチだな ご飯は一緒、ご飯一緒に食べたい、キムチ頼むんならご飯いるご飯欲しい。え、全然キムチだけでもいけるんだけど、キムチだけど、ご飯美味しいね。あ、キムチはキュウリ。めっちゃ好きなの。おいキムチが。シャキビビンバも好きだよ、ビビンバ美味しい、ビビンバはもう絶対おこげ作って食べたい。あ、むきすぎた。おいキムチ好きなんだけどさ、家族で焼肉行った時とかおいキムチ頼むんだけど好きな人いなくて、家族で焼肉と、おばあちゃんとかも来たりするんだけど、私とおばあちゃんぐらいしか食べないおいキムチおばあちゃんいない時は私一人で食べる誰も食べないんだもん誰も食べないか、私だけが好きキュウリが好きな人がめっちゃ好きって人があんまいなくて、あとキムチ好きな人、お母さんとかキムチ好きだけど、キムチ好きだけどキュウリダメだからおいキムチ食べれないのそうで、弟とか辛いのダメ で妹たちもそんなキムチが、そんな辛いのはいけるけどキムチ別にそこまでみたいな、嫌いでも好きでもないぐらいじゃないで、だから食べなくって、その私一人で食べてるおいキムチを
いや、いいけど好きだから。普通の白菜の気持ちよりキュウリがいい。白菜とか大根とかあるじゃん、いろいろ。キュウリが一番好きだね、キムチは。ホルモン鍋のお店もたまに。ホルモン鍋、もつ鍋、もつ鍋のお店。もつ鍋はね、いや、あんまね外で食べたことないんだよね。家でたまーに食べるぐらい、本当にたまーに、ほぼない。いつか行ってみたいけどな、もつ鍋食べに、お店で。あんまね外外食でも鍋食べ行かない、家でやる気は。もつ鍋が好きなら食べたいんだけどな。福岡の有名な店行ったこと、もつ鍋。いやね、あんまそもそも福岡に、福岡でご飯食べたことあんまないから、多分ない。あんまね、あんまないんだよね、福岡。福岡で買い物とか、そういうお出かけしたこと、あんまなくて。でも、楽しそうだな、福岡でさ、もつ鍋とラーメンを食べて帰ってくるっていう。日帰りで。大分だから。泊まりでもいいけど。日帰りでもいい。食べ物食べて、なんとなんかきっとここがおしゃれなお店いっぱいある、あるだろうから、お店でお買い物ちょっとショッピングしてみたいな。あ、明太子なんだっけ、明太重だっけ、有名なやつ、あの明太子さ、丸々一本なってるやつ、あれ食べてみたいんだよね。私食べたことない。食べたことある、みんな。あの有名なやつ。知ってる？聞いたことある？食べたことある人少ないかな。合ってるかな、明太子かな、わかんない。なんか見たことある、あるんだけど、明太子が丸々一本乗ってる、あれ食べたいんだよな。有名だよね、名前合ってるか分かんないけど、合ってるかな。聞いたこともない、有名だ結構福岡の。中箱に入ってる一蘭、福岡のでしょ、食べたことない。あれ普通の一蘭しか、普通のあのラーメンの器に入ってるやつしか。明太子を食べてみたいんだよね。あんまりさ、福岡にそういう観光みたいなお出かけ行ったことないから、いつか行きたいね、楽しそう。大分だから全然日帰りで楽しめそう。あの早い時間行ってさ、お昼ぐらいに着いてご飯食べて、でお出かけして、で夜ご飯なんか食べてそのまま帰ってくるっていう。よくない、それで。食べるだけの、ほぼほぼ食べ物メインの観光。タメンテージのデザートのプリンが、またデザートのプリンなんてあんの、え、美味しそう、いいなプリン。メンテージは硬いけど、思って、え、どうなんだろう、あれどこにあるの。どこにお店あるか知らない。
あ、宮崎ね、宮崎も行きたいな。い、私宮崎唯一行ったことないから、九州で。宮崎行きたい。宮崎は、うん、どこ行っても食べ物なんだけど、私宮崎はあのチキン南蛮と辛麺、これ本場のチキン南蛮と辛麺をね食べたい。表面のカラメルがカチカチで美味しい。え、ブリュレされてるってこと？最高じゃん。食べる気も、いやもう旅行食べ物メイン、どこ行ってもフフ。宮崎も隣だよ。隣なんだけど行ったことない。なんか行く機会なくって、今まで行ったことない。宮崎はさね、チキン南蛮と辛麺がもう食べれれば満足大分の有名なものは唐揚げと鶏天、鶏天唐揚げ、うん、とかかな。鶏肉料理長崎も海鮮、長崎はねあれ行きたいな、あの中華街あるじゃん長崎、行ってみたい。行ったことない。海鮮もいいけど、長崎の中華街ほんまに分かんない、行ったことないの長崎の中華街、どんな感じかも知らない知らない。よく行ってみたい。いや横浜のはね一回行ったことあって、一回しかないんだけど、でも長崎もあるから行ってみたいじゃんあーちゃんぽんもいいね、ちゃんぽんも好き。横浜の中華街もまた行きたい。小籠包が食べたい。チャイナドレス着た時、何チャイナ、どういうこと？中華街行ったの？横浜の？横浜の中華街はね普通にあの原本ゆきちゃんと普通にあの観光で行っただけめっちゃ前に、めっちゃ前4、5年前じゃない。ゆいゆいと、あ、めっちゃ前のあのあれね、チャイナドレスのやつね、あれは全然どこにも行ってないの普通にスタジオで撮った写真、あれどうかあれ着て外出てるわけじゃないから、チャイナドレスはどこにも行ってない。3月に横浜行く？いいな、中華街行きたいな中華街、
その中華街行った時に初めて小籠包食べて、焼き小籠包っていうの食べてめっちゃ美味しくってびっくりした。そこは食べてないから食べたい。焼き小籠包あんまなくない、売ってる店。普通にあるかな。普通にあんのかな、あんま見なくない。揚げ出しなかった、大丈夫だった。なんか食べ方書いてあって、ちゃんとお店にそれ見ながら食べた、大丈夫だった。渋谷にありそう、あるかな焼き小籠包、あるかな焼き小籠包が食べたいの。また行きたい中華街。そう、スープからするやつ、なんか小籠包上穴開けてさ、スープ吸うみたいな、みたいな食べ方だよね。でなんか食べるみたいな、最初にその穴開けてスープ吸って食べる。また食べたいな。なんか冷凍の売ってたからこの前食べたんだけど、そのお店のじゃなくって、あのなんか普通にスーパーで冷凍のが売ってて、焼き小籠包が、それも美味しかったんだけど、もちろんやっぱさあれだよね、お店のやつが一番。でもそれもそれで美味しかった。コンビニじゃない、なんかスーパーで売ってたやつ、冷凍の小籠、焼き小籠包、それも美味しかったんだけど。中華料理好きだよ私。エビチリとか麻婆豆腐とかも好き、麻婆茄子、ナス好きなんだよね。ナス入ってるのがいい。美味しいけど店の方がいい。だよね。小籠包を食べに中華街行きたいな。小籠包だけのために。バーミヤン、バーミヤン行ったことないの。バーミヤンってあんの、焼き小籠包。なんかバーミヤンって中華料理のさ、ファミレスでしょ。行ったことないの、バーミヤン。あるのかな。充電がない、充電器。大分にあるバーミヤン、バーミヤン多分ない。ないです。あんま中華料理のさ、そういうファミレスチェーン店みたいなない気がする。珍しくない、あんまなくない、そのバーミヤン以外にさ、そういう中華料理、中華料理のファミレス、あんまなくない。多分ないよ、大分バーミヤン。福岡にもしかしたらあるかもだけど、大分はないね。大分あんまない。
サイズもないし、サイズは福岡あるらしい。確かあるよね、福岡。日高屋、日高屋ない、日高屋確かあれだよ、関東だけだった気がする。前調べたら違ったっけ、なんか前関東だけって出てきた記憶があるんだけど、関東だけのはずだよ、日高屋。そう、だから大分ない、福岡もない、だから日高屋は。後楽園、後楽園聞いたことある。なんだっけ、後楽園ってどんな店、行ったことないけど。いらっしゃい、え、なんか日高屋は行ったことなくって、行ってみたいと思って調べたの、そしたら関東だけって書いてた気がする。ジョイフルは確か関東ある、どっかにあった、忘れたけど。なんか前にね、配信で行った時に、ショールームで行った時に、なんかここにもあるみたいなみたいなコメントしてる方いた気がする。後楽園ラーメン屋行ったことないな。みんな行ったことあるの、似てるんだ日高屋と。私はないあ、千葉、千葉か、ジョイフル。日高屋で油そば食べたのは、あ、そう、ついこの間初めて行った、初日高屋。そっから行ってないまた行きたいけど。めっちゃ美味しかった、なんだっけ、油そば、日高屋の量多かったちょっと多いらしくて、普通のラーメンとかより油そばの方がちょっと麺が多いらしくてね、結構お腹いっぱいになりながら食べたあと温玉もついてたし、チャーシューいっぱい入ってた。ちょっと待って、ね、猫だったなんか誰かが扉開けようとしてる音がするなと思ったら、ただ猫が扉をこう扉触ってた音だった。誰かと思った、扉開けたら猫がいたあ、危ない、こっから猫に喋りかけるとこだった。誰っていうとこだった猫だったフフ誰かが部屋に入りたいんだけどっていうさ、あのなんか扉叩いてる音かと思った本当にしてるから入っていいよって言おうと思ったけど猫な気がして見に行ったら猫だったね、私が扉開けたらさ、私の方見てあの階段降りてったどうか行っちゃった入ってくるかと思ったら扉開けたから階段降りてったそのまんま入りたいのかと思ってたけど違ったみたい。うん、なんか階段降りてた
呼んだけど一回もうそのまま行っちゃった、見向きもせずに。違ったのかな。でもね、名前呼んでも振り返らないからね、大体。みんな呼ぶ名前が違いすぎて。まあいいや。なんで来たか分かんない。いつもリビングにしか入れないんだけど、誰かがリビング開けっぱにしちゃったんだろうね。こっちまで来ちゃった。そうだからきっとリビングが開いてたから、もう今だと思って多分出てきて、でその階段登ってきたけど、どこも扉が開いてなくて入れなかった部屋に。きっとそう。だから帰っていった。扉開いてなくて入れなかったから扉一回開けてみたけど帰っていった。自由や、そう自由だから。知らない子なんか撫でたらさ、こうなんか猫が歩いてる立てる時に撫でたら座って横になってさ、ゴローンってして撫でてほしいのかなと思ってずっと投げてる撫でてたらさ、急になんか怒り出すからね。ずっと撫でてたら急になんか噛もうとしてくる。どっちって。55分ありがとう。猫あるある、めっちゃ気分嫌だから。13位からランキング読みます。13位マイコッコさん、ありがとうございます。12位ユージアットマーク、キョウクが一番可愛い愛してるさん、ありがとうございます。11位プチーニさん、ありがとうございます。10位ヤサトマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。9位香港ナルマットマーク、キョウカオシさん、ありがとうございます。8位バトニーさん、ありがとうございます。7位ペガットマーク、キョウカちゃん僕の太陽さん、ありがとうございます。6位ティンさん、ありがとうございます。5位ニャンホソさん、ありがとうございます。4位フロマーさん、ありがとうございます。ん、違う、3位の方だ。間違えた。4位ラボーナさん、ありがとうございます。ごめん間違えた。で3位がフロマンさん、ありがとうございます。間違えちゃった。ありがとうございます。2位グランザトマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。そして1位がカザトマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日の配信は明日お昼前ぐらいにできそうだったらしようかな。
日はご飯を食べに行こうか迷ってるんだよね、お昼だからお昼前かお昼過ぎかどっちかでするかも。じゃ無理だったら夜やるけど、お昼前かご飯を食べに行く前か食べに行った後かどっちかでしようかな。夜ご飯配信、お昼ご飯はね食べに行くからできないお店で配信無理だから、朝配信は無理だなきっと。ごめんし無理なんだよ、お店で食べ、明日お昼は食べに行こうかなと思ってる。普通にお家で食べるわけじゃないだからカラメン食べ、カラメンまだどこ食べ行こうかなと思ってるけど、ちゃんと決めてるわけじゃないからわかんないまだわかんない。誰と行きますか？一人です。行くんだったら一人。辛麺好きなんだよね。だから宮崎行って辛麺食べたいの。本場の辛麺を食べてみたくて。食べたことないから有名だからさ、宮崎発祥だっけ辛麺が確か。だから結構辛くて、あいや中辛ぐらいがいい。なんか辛すぎたらさ、なんか美味しいより辛いが勝っちゃうから、美味しいが勝つぐらいのちょうどいい辛さで食べたい。宮崎行きたい。だチキン生も好きだしいつか行こうかな宮崎。行きたいって言ってずっと行ってないんだよね。あ、やばい12時だ。そうそう行けちゃうか。ありがとうございました。また明日の配信で。おやすみなさい。